しかし福島は 3.1 のまま止まっております。そうだそうです。日曜日になると子どもたちが街頭に駆り出されます。先日はキッズパレードと称して1マイクロ2マイクロそうした光線量の中を子どもたちが歩かされました。復興キャンペーンイベントです。今月は郡山で夢の子どもマラソンと称するイベントが行われます。ありえません。私たちの胸は張り切れそうです。悔しいです。力は足らないのですが、なんとか電話攻撃やら阻止に向かいたいとは思っております。しかし泣いてばかりいるわけではありません。先日福島原発国訴団が立ち上がりました。また命の側に立つ診療所建設運動も立ち上がっております。まだまだ力不足です。皆さんつながって応援してください。今日は原発がない女たちが経産省を監視踊りで取り囲みます。監視踊りは会津地方に明治時代から残る盆踊りです。民衆が民衆の性を謳歌し、その意地を確かめるために178番の歌詞をつけて踊りまくる踊りです。武藤瑠衣子さんから学びました。ところが GHQ 戦時下、戦後 GHQ が弾圧しました。あまりにも激しい民衆の意思が見えたからです。私たちはその抗いの踊りを今日踊ります。経産省を取り囲みます。皆さんもつながってください。もう一つここで確認したいことがあります。今日私たちはここの皆さん、そして全国の原発いらないと長年活動してきてくださった、そしてまた 3.11 以降いろいろな時間を惜しみ、体を惜しみ、原発いらない日を目指して頑張ってくれた皆さんと共に、あと間もなくで原発ゼロの日を迎えることができます。子どもへのプレゼントをすることができます。素晴らしいと思います。止まったんじゃない、止めたんだということを確認しましょう。そしてもう一つ私は確かめたいです。どんなことに、どんな絶望的なことが起きても、私たちは子どもを守る、未来を守る、未来を作っていく、そうした大人たちがこの日この時に集まっているということです。これも何よりの子どもたちに姿勢を生きる姿勢を見せるプレゼントではないでしょうか。さまざまな違いがあります。時にそうした違いに腹を立て、怒りを持ち、情けなくもなり、がっかりもします。しかしそうした時に、一体そうした事態を誰が喜ぶんだと頭に据えて、今日のこのつながりをほどくことなく、ひるむことなく、原発いらない日に向かってまた続けていきましょう。よろしくお願いいたします。